どうもこんにちは、スタジオ24の稲坂です。年内最後の更新ですね。今日はね、画廊伝説のシリーズのキングオブコレクターズ24についてちょっとお話をするんですけれども、その前にですね、ちょっとお詫びと訂正ということで、先週ですね、皆さんからの質問にお答えさせていただくという回で、出力レジンで金型を作るというのはどういうことかという質問にお答えさせていただきました。その中でですね、僕がね、いろいろお答えしてるんで、その内容は先週の動画を見ていただければと思うんですけれども、僕のね、事実誤認というか勉強不足でして、出力レジンというもののそもそもの考え方、捉え方が完全に間違っていることが判明しました。申し訳ありません。というのもですね、動画のコメントで YB さんから、質問をいただきまして、出力レジンというのはキャスタブルレジンのことでしょうかという質問をいただきました。キャスタブルレジンもうクエスチョンマークですね。それ見た瞬間に、でも僕はね、悟りました。なんかやばいぞと、これやらかしたなというのをそっと悟りまして、すぐに調べました。調べたところですね、このキャスタブルレジンっていうのがですね、シルバーアクセサリーとかに使われるみたいなんですけれども、ほぼ、先週説明してたワックス、ローの状態に近いんですかね、ほぼそういう状態のもので、要は金型作るときに最終的に熱で溶かしてね、金型の穴から取り出せるというようなものでした。ということですね、これ僕のちょっと想像の一歩先を行っていたなということで、YB さん本当にありがとうございます。ご指摘いただきまして、僕もね、恥ずかしい限りなんですけれども、こういったね、動画を上げることで、僕もね、一個また勉強させてもらったなということで、すぐにですね、3D の原型師さんにね、連絡を入れて、このキャスタブルレジンというものを知っているかと、してみますかと。で、これでね、ロー型のね、データを作って、やることができますかと、いろいろね、お話を聞いて相談させてもらったところ、なかなかね、表面処理とかまだまだ難しい問題はあるんですけれども、その 3D の原型師さんもね、ちょっと一緒に研究してやっていきましょうっていうことで、早速ね、ちょっと話の取っかかりを作ることができました。だから本当にね、YB さん感謝しております。ちょっとどうなるかわからないんですけれども、先週説明したね、焼き出しほどのエッジが出るのか、そもそものね、出力したこのキャスタブルレジンで出力したローのものの仕上げもやっぱり必要でしょうし、これから 3D の出力機の精度の問題とかね、いろんな問題をね、乗り越えていかなきゃいけないと思うんですけれども、ただ一歩、精度はちょっとまあ最終的に分かんないんですけれども、時間的な節約、もしかしたら経費の節約、いろんなね、可能性があるなということで、僕も一個テーマができました。ありがとうございます。なので YB さんにはですね、ステッカー、ショックアイとサウスポー両方とも差し上げますので、それが欲しいという場合はですね、ぜひ、メールいただければと思います。送らせていただきます。はい、というわけでですね、先週の話はこれぐらいにして、今日の本題ですね、キングオブコレクターズ24第2弾のギースなんですけれども、この動画のね、更新の前に、SNS 等で発表させていただきました。原型の発表ですね。で、実はですね、もうすでにデコマスもできております。そしてもうそれの撮影も終えております。受注準備が、徐々に進んでおりまして、本当はね、今月受注取ろうと思ってたんですよ。で、取れなくはもちろんないんですけれども、デコマスもできているので。ただね、ちょっといろいろとね、僕も思うところがありまして、ちょっとこの場でちょっと皆さん情報共有していきたいと思うんですけれども、やっぱり今まではね、キン肉マンのシリーズで僕もね、販売をさせてもらってたんですけれども、やっぱあくまで CCP の、ネットワークのお客さんの中にで、そのお客さんに対して売るということで、もうある程度ね、やっぱシリーズの認知度もあるので、もうお客さんがね、集まってるわけですよ。で、そこに情報を投下すると、欲しいお客さんは買ってくれるというようなね、流れができてたので、本当に直販、自分のスタジオ24の直販をである程度成り立ってたんですけれども、画廊伝説をね、同じような手法、問屋さんもちょっと今回ね、お願いさせてもらいましたけれども、まだまだ販布力が足りないなと、なんとかね、自分の中で最低合格ラインは超えたんですけれども、まだまだ足りないなと。で、売り方もね、やっぱり今までの CCP の、ね、ネットワークでまだまだ僕の中でね、甘えがあったなっていう反省もありまして、営業担当をね、ちょっとお願いをして、ちょっと売り方をもう
う一歩考えていこうということで、まあ、いろんな小売店さんとかにも相談しながら、まあ、ちょっと売り方をね、見直して、ちょっと、問屋さんとか直販だけではなくて、直販ももちろんやるんですけれども、もうちょっと広く売っていこうということで、来月ですね、1月の24日に、フィギュア王で、フィギュア王さんで広告を出させてもらいますので、その1月24日売りのフィギュア王さんの広告に合わせて、受注開始をしたいなと思っております。で、第3弾のですね、知らぬい前の原型も進行しておりまして、これがですね、2月に受注開始をしたいと考えております。でね、商品自体は実はね、まあ、契約の関係もあって、2022年、来年のですね、7月までにね、ちょっと全部出し切りたいんですよね。というのもあって、おそらくですね、ギースも知らぬい前も7月の発売ということになると思います。まあ僕もね、またもう全てをかけてね、この企画に、後悔のないように挑みたいと思っておりますので、年明けからもう画廊伝説一色ですよ。今ね、後ろにね、ここに、ようやくです。これがね、SNS でも言いましたけれども、めちゃくちゃ時間かかりました。今回インジェクションの金型って言って、ソフビじゃないんですけれども、だから造形の再現度も高いですしね、現時点で僕自身もね、よし、こらいけるぞと、いいものができてるんですけれども、この生産からね、1月からついに地獄が始まります。2月に発売しなきゃいけないんで、とにかくね、向き合い続けなきゃいけないと。その後、ギース知らぬい前の受注を終えて、まあ、僕もね、いろんな営業活動もしながら、画廊伝説のシリーズをね、第3弾までとりあえずもう本気で全力で乗り上がりたいと思っております。もう最高のね商品をなんとか届けるべく、もうスタッフ一同ね本気でやらせてもらいますので、1月からですね、ギースの、原型のドキュメントだとか、まあ、もう含めてもちろんテリーの生産ドキュメント、いろいろと順番にね公開させてもらいます。ぜひ楽しみにしていただければと思います。なんとかねその先もやりたいので、なんとかですね多くの人に認知してもらって、進んでいきたいと思いますので、画廊伝説ファン SNK ファンの皆さんはぜひね、宣伝のねご協力ね SNS 等のリツイートとか含めてよろしくお願いいたします。というわけでですね、2021年、これで僕丸2年なんですよ、 YouTube 始めて。まあ始めた当初はね、まあ同業の方とかからも結構本当にね、もうちょっと痛々しくて見てられないとかね、結構いろいろ言われたんですよね。まあ僕もちょっと落ち込むこともあったんですけれども、まあ始めて2年ですね、チャンネル登録とかね、なんていうかトップ YouTuber さんのようなね、それで食べていけるような状態ってわけではないんですけれども、この YouTube をやることによって、やっぱりスタジオ24っていうものを知ってもらって、ソフビっていうものの面白さを知ってもらって、そしてフィギュアを作るっていうことの楽しさとか大変さとかね、それも含めた魅力っていうものを僕はね多くの人に感じてもらうことができてるんじゃないかなっていうことでね、手応えを感じております。でね、まあこの 1,2 ヶ月は本当に忙しくて、もう今日もさっきまで出荷をしていて、今日は12月の29なんですけれども、ギリギリまで、生産も忙しくて、なかなかね、この動画に集中できてないっていうのもあるんですけれども、実はドキュメントも含めて、まあいろんなね、キン肉マンでもね水面下で進んでるものがあるので、実は取りためてるものもいっぱいあります。そして来年、成形ソフビの成形業者さんとかね、あとロー型の職人さん、それから、担保印刷の業者さんもね取材させてもらうことが決まっておりますので、そういったねフィギュアの制作の裏側っていうもの、今までとは違った、なんていうんですかね、ノウハウっていうものもどんどんね発信していけると思ってるんですよね。だからもっともっと楽しくなっていくんじゃないかなと思っております。そしてねスタジオ24としては、今年ですね、まあもちろん一昨年ですかね、会社になってるんですけれども、スタッフもねもうドーンと増えまして、で生産の体制もねもうたくさんのねフィギュアが生産できる体制が徐々にできております。で僕自身もねスタッフがね一生懸命やって真面目にやってくれてるおかげで、原型に迎える時間っていうのが日中ですけどね増えたなっていうのもあります。あるんですけれども、やっぱり一方でね、経営に関わるね事務だとかいろんな手配だとか、そういったもののねに取られる時間っていうのも増えてきたなという、まあこれが経営と造形を両立する難しさだなっていうね、のも感じ始めています。まあ今までも感じてはいるんですけれどもね、そんな中でも、まあ、僕はねようやく、ようやくですよ、本当にフィギュアを作る体制、一貫制作原型から全てやるんだっていうね、その体制が整ってきた。だからこんなところでね、もうね諦めるわけにはいかないんですよ。ちょっとやそっと大変だからといってもう原型はいいかなと、いろんな外注の原型師さんにお願いしようかなとか、もう自分はやめようかなとか一切思ってません。もうとにかく原型でもね勝負し続けたいです。もう悔しい
しいんですよ。もううまい原型が出てくるとね、クソ負けてるなと思いながら実は思ってるんですよね。もっともっとうまい原型を作りたいなと。でギースもね全力で作らせてもらってるんですけれども、来年も筋肉マンと、それから画廊伝説、それからねオリジナルもね、どんどん力を入れてやっていきたいと思ってるので、本当に今まで以上にもうね、もうやりたいことで溢れてるんですよね。何言いたいのかもう分かんなくなってきてるんですけれども、とにかく今年も突っ走らせてもらって、来年もうなんか気は熟したなと、僕もね30代後半に入って40までですね、もう制作の、創作のね10年っていうね、風立ちぬでもありましたけど、おそらくね30歳から40歳までのこの10年本当に勝負だと思ってるので、もう残りね少ないんですよ、4年ぐらいしかないんですよ。だから全力になります。どんなね白い目で見られようとも、とにかく、のた打ち回って地平道を吐いてでもやっていこうと思っておりますので、自分が一番汗かいてねスタッフの先頭に立ってやっていかないかと思っております。というわけで、2年間続けてきて、この2021年も、YouTube の視聴本当にありがとうございました。来年もね変わらず走り続けていきたいと思いますので、スタジオ24、それからキングオブコレクターズですね、このシリーズぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで皆さん、来年はねコロナもねちょっとなんとかねもう落ち着いてほしいなと思って、いい年になるといいですね。頑張っていきましょう。フィギュア作り僕も頑張っていきます。では皆さん良いお年を。ではまた。